レック東京オリーガルマインド大学院大学は東京都千代田区神田岬崎町27の,のテートビルに本部を置く日本の株式会社立大学である2004年に設置された大学の略称はレック会計大学院2013年までは学部を設置しておりレック東京オリーガルマインド大学と名乗っていた本校では レック大学時代を含めて解説する。レック東京オリーガルマインド大学院大学は、株式会社東京オリーガルマインドが設置した東京都、千代田区、大阪市北区他にある、私立大学である。2013年までは学部を設置しており、レック東京オリーガルマインド大学と名乗っていた。その時期の通称は、レック大学。現在の学長はソリマチカツオ、反町勝夫。 いわゆる学校法人の大学とは違う、株式会社による大学設置として、規制緩和による学校多様化のあり方の一つとしてのモデルケースである。しかし、本体の経営を圧迫していることもあり、最大で14あったキャンパスを、千代田キャンパスに限定した。なお、入学者は2008年度は29名、2009年度は、 定員160人に対して、わずか19名であった。その後、2010年度以降は、学部生の募集を停止し、専門職大学院のみの学生募集としている。そして、2013年3月31日には、学部を廃止して、大学院のみとし、大学名も、レック東京オリーガルマインド大学院大学に変更した。授業は、面接授業と、 メディア授業という二つの形態が存在する。面接授業とは学生と教員とが直接対面して行う授業であり、メディア授業とはあるキャンパスで行われている授業をテレビ会議システムで同時中継し、その他のキャンパスで受講する形態の授業のことである。希望者はレック東京オリーガルマインドの通学講義を無料で受けることができるほか、 長期休暇中に通信講座を無料で受けることも可能である。ただし、大学の講義と資格予備校の完全分離を文部科学省に勧告されたため、資格試験予備校の講義は大学の単位付与の対象とならない。これは予備校のビデオ授業をそのまま大学の授業として利用していたことを指摘されたためである。そのため、設立当時に宣伝していた。 ダブルスクールの時間的、金銭的負担が軽減されるという設立当初の宣伝文句は、金銭面に限られてしまった。ただ、社会人も学べると広報してあるのに昼間に必修講義があることや、生講義で講師も選べると宣伝しながら、科目によって同時中継講義しか選べないなど、広報内容と提供される内容が異なる場合があった。なお、 この件も、よく国会でも、問題として取り上げられ、学生に対する保障はどうなるのかと批判されている。東京リーガルマインド大学の事務所、校舎を兼ねている、東京リーガルマインド水道橋、本校総合受付キャンパスの縮小をかつては、日本国内に14のキャンパスが存在していたが2007年9月、2008年度、以降は、千代田、新宿、 横浜、大阪各キャンパスの4カ所に縮小し、地方の10キャンパスでは新年度学生募集を行わず、廃止する方針を示した。さらに2008年1月に横浜、大阪両キャンパスも廃止、2009年度は千代田キャンパスのみでの学生募集を行った。大学設置、学校法人審議会より、 専任教員二十四名中十一名が六十五歳以上であることについて専門職大学院設置基準により準用される大学院設置基準第八条の四に基づき教員の年齢構成に偏りがないよう教員の人件費についても適切な水準を確保するよう留意事項がついた千代田キャンパスキャンパスと呼んではいるがいわゆる普通の大学にあるようなキャンパスではなく ほとんどの教室や施設は本体の東京リーガルマインドが借りているテナントビル内に設置されている。普通の大学ならば教員に対して個人の研究室が存在しているが、この大学ではレックのオフィスの隅をパーティションで仕切り机を一つ置き多くの教員でそれを共有しているというスタイルになっている。運動場に関して大阪キャンパスでは 開学までに整備する計画であることを約束したにも、かかわらず開設後半年経過しても整備がなされず、大阪、松山キャンパスでは運動場の場所が学生に周知されなかった。設置当時は構造改革特区制度初年度であり、制度推進のため通常は7ヶ月をかけて、設置認可の是非が判断されるところ、わずか3ヶ月の審査で認可がなされた。 その後、開学以来ずさんな運営がなされている疑いについて、以下のように国会での追及があり、ついに2007年1月18日、文部科学省から、日本の大学としては、初の改善勧告を受けた。2005年2006年2007年2007年2009年2010年2013年2014年2017年。ありがとうございます。